こんにちは、アスカです。今日はですね、何をしようとしましたっけ？あ、違うかな。ここにみんな人それぞれない人もいるのかな。ここにクマがあるじゃないですか。今日はクマの隠し方を学びたいと思います。クマには黒グマ、茶グマ、青グマがあるらしいですね。私はグマっつったよ。つったとか言葉がグマって言いました今。私は茶色ですね。これは黒にも見えるけど茶色。今日は茶色いクマの隠し方を学びます。今日のあるある言うの忘れてました。何もできてないのに腕とかが途端に痒くなる時がある。ただの感想かな。あるある。はいはい。チャグ、黒いクマに見える。チャグマよね。またグマって言ってた。茶色いクマの人はベージュかイエロー系のコンシーラーがおすすめだそうです。それを筆ダメだっていいや。手でなんか4センチぐらいに塗るそうです。それをずっとこんな感じで叩いていきます。間違えた。下地とかファンデーション塗った後にいいんですよね。普通全然わからない。では改めてこっちにたっぷり塗っていきます。ちょっと隠れてません？クマがしつこかったんで20、30に塗り直しました。ちょっとこうすごいんですけど、クマが私こことここ、さあすごい綺麗に隠れました。まだこの辺クマあるけど、やばい、直そう。そしてもう一個隠し、喋れてない。そしてもう一つね、クマ隠しを試したい、クマ隠しのやり方があったのでそれをやります。ですね、私がやりたかった試し方は、特にクマが気になる私だったらこの辺とかかなに、なんと赤い口紅をなじませるって書いてあったけど、私リップしか持ってない。ちょっとこれで試してみて、クマが気になるところに赤いリップを塗ってなじませてみます。全部塗ると赤くなっちゃうってなってるね。ハイライトで上から押さえるって書いてあります。私の場合ちょっと赤いの塗りすぎちゃったけど、なるほどって思いました。確かにクマ効いてますね。はい、どちらの着間の消し方も素晴らしかったです。また化粧学びます。バイバーイ。